どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL の話、あとマリオット、あとソニーバンクウォレット、楽天カードということで、今回の動画でですね、ちょっと細かい話ということで、まとめてね、紹介ね、していきたいなと思います。まずね、JAL のキャンペーンですね。JAL スマイルキャンペーンということで、こちらね、5月の一部搭乗分がですね、発表されております。前回同様ですね、運賃は片道全路線6600円、お子様はさらに 25% オフの4950円ということで、販売期間、予約期間ですね、4月7日から4月の8日、23時59分までっていう風になります。で、搭乗期間がですね、5月の1日、2日、あと8日から10日。まあ、ここだけっていう風になっております。で、予約方法はですね、前回同様ですね、今回のキャンペーン4月7日からっていう風になりますんで、4月の6日23時30分からですね、仮想待機室で待って、時間になったらですね、抽選で購入がね、するようにできていくっていう風になっておりまして、もしね、順番待ちになってしまったら、公式サイトですね、目安時間の表記がね、見れるっていった形になります。前回ね、ちょっとどうなるのかななんていう風に思ってたんですけども、まあ、無事にですね、1時間ぐらいのね、待ち時間で購入できた方がね、結構多かったっていう感じですね。またね、抽選で、最初からね、入れた方は普通に買えたなんていうね、方もいらっしゃいまして、特にね、混乱もなく利用することができたみたいなので、まあ、良かったですね。はい。まあ、前々回がね、かなり大変でしたので、無事ね、成功したということで、今回もね、前回と同じようなシステムでね、行われるっていった形になります。で、5月のね、11日以降、まあ、6月30日までね、また、もともとこの JAL ね、スマイルキャンペーンっていうのは発表されていたわけなんですけども、まあ、5月11日から6月いっぱい分に関しては、また今度ですね、JAL スマイルキャンペーン行われるっていう風になりますんで、まあ、もしね、利用されたいっていう方は、次回のね、キャンペーンも楽しみにしといていただければなと思います。ちょっとね、動画作るかどうかわかりませんので、まあ、私のね、動画のコミュニティ欄っていうね、ツイッターの投稿欄みたいなところがね、あるんですけども、まあ、そこではね、間違いなく発表すると思いますので、ぜひね、そちらもチェックしていただければなと思います。それでは次にですね、こちらです。ソニーバンクウォレット。まあ私のはですね、ANA ソニーバンクウォレットなんですけども、残念ながらですね、このソニーバンクウォレットですね、4月17日以降ですね、レボリュートへの利用がね、できなくなります。こちらはですね、レボリュート自体がですね、4月の17日からですね、チャージ手数料をですね、導入するんですよね。1.7% っていう風になりますんで、まあ1万円チャージするとですね、170円のチャージ手数料が4月17日以降はね、かかってくるっていう風になるわけなんですけども、このね、レボリュートへのチャージ手数料っていうのは、デビットカードと銀行振込、こちらに関してはですね、対象外にするっていう話をね、発表しておりますんで、まあ、このね、ソニーバンクウォレット、まあ、私の ANA ですけども、まあ、これからね、チャージしていただければ、まあ、避けられるんじゃないかな、なんていうふうに思っていたわけなんですけども、残念ながらですね、ソニーバンクウォレット側でですね、このレボリュートのね、利用に関しては、もうね、4月17日以降、カウントされないとかね、そういう話じゃなくて、利用することができなくなります。ですので、チャージすることがね、できなくなってしまうっていう風になりますんで、レボリュートのね、チャージ検討されてた方は、ぜひね、4月16日までにですね、完了しといていただければなと思います。でですね、こちらの動画で、ソニーバンクウォレットね、作られた方、まあ、かなり多かったと思うんですよね。で、この動画で、作った方で、レボリュートにね、チャージしたいなって思ってた方ね、いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう方はですね、4月17日にね、こちら利用することができなくなる、まあ、チャージすることがね、できなくなりますんで、まあ、そういう方はですね、4月の16日までにですね、10万円ね、チャージね、しといていただければなと思います。おそらくですね、このソニーバンクウォレットね、作られた方で、レボリュートね、まだ作ってない方もですね、レボリュートね、結構申し込んですぐね、発送してくれるっていう風になりますんで、まだね、この動画出ているの4月の4日とかだと思いますんで、まあおそらくね、今からレボリュート申し込んでもね、間に合うかななんていう風に思いますんで、もしね、こちらの動画を見てですね、ソニーバンクウォレット発行して、まだね、利用されてないっていう方は、レボリュート発行して10万円ね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。まあ一応ね、保証はできないんですけども、まあ今までのね、経験から言うとこのレボリュートね結構早く届きますんで、おそらくねすぐ来るのではないのかなと思います。
それでは次にマリオットですね。シェラトン鹿児島ですね。4月3日より予約ね、開始しておりまして、またね、マリオットの公式サイトでもですね、こういった感じで見れるようになっておりますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。シェラトン鹿児島ということで、JR が発着する鹿児島中央駅のね、近くにね、できるみたいですね。ホテルのね、公式サイトのトップページとかに行くとね、ちょっとね、見れたりもするんですけども、クラブラウンジとかもね、あるみたいなので、かなりね、楽しみですよね。4月ね、3日に、予約ね、開始になったわけなんですけども、オープン自体はですね、2023年の5月16日にね、開業っていう風になりますんで、こちら火曜日に開業っていう風になりますかね。おそらくね、YouTuber の方ね、結構集まるんじゃないかななんていう風に思いますので、もしね、気になる方はぜひね、チェックしていただいて、まあ、開業日にね、行っていただくのもですね、楽しいのではないのかなと思います。まあ、ホテル自体はですね、やはりね、開業したてだとね、結構トラブルだったり、行き届かないね、点とかもね、もしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ、開業してね、間もなくね、行く方は、この点はね、ご容赦いただければな、なんていうふうに思います。私もね、結構いろんなホテルね、開業して間もなく行きましたけども、やっぱり最初っていうのはですね、結構大変みたいで、なかなかね、思うようにできないみたいなので、もしね、行かれる方は、この点はね、覚えておいていただければな、と思います。それでは次にですね、私の動画をね、見ている方は、まあ多分ね、ほとんどの方、こちらのカードね、持っているんじゃないでしょうか。楽天カードですね。はい。ということで、今回ですね、楽天のビザカードで、こちら、ビザのアップルペイでのご利用で 10% 漏れなくキャッシュバックキャンペーンということで、こちらですね、ちょっと前にね、三井住友カードとかでもね、まあこういった感じのキャンペーンね、あったんですけども、アップルペイに登録していただいて、ビザのタッチ決済でですね、漏れなく 10% キャッシュバックっていう風になりますんで、これね、かなりいいキャンペーンだと思いますし、まあ楽天カードのね、ビザブランドで持ってる方ね、かなり多いと思いますんで、ぜひね、利用していただければななんていうふうに思います。期間がですね、4月1日から4月30日エントリー不要っていった形になります。で、この期間中にですね、ビザのタッチ決済で利用していただくと 10% ね、キャッシュバックされるっていった形になります。で、キャッシュバックの上限は1000円っていうふうになっておりますんで、対象支払い金額は1万円利用していただければ1000円ね、キャッシュバックされるっていった形になります。で、対象はですね、オンライン決済とか交通系 IC へのチャージは対象外っていうふうになりますんで、まあ、基本的にね、実店舗でね、利用していただければなと思います。で、今回のね、対象カードはですね、ビザカードっていう風になっておりますんで、マスター、JCB、アメックスをね、これの方は今回のキャンペーンね、利用することができないのと、こちらね、Apple Pay のキャンペーンっていう風になりますんで、iPhone ね、持ってる方限定っていった形になります。で、キャッシュバックのね、付与時期は、4月1日から6月30日順次ね、行われるっていう風になっておりまして、ちょっとこちらに関しては遅れる可能性がありっていうね、表記がございますので、もしかしたらね、6月30日以降にね、なるかな、なんていう風に思います。で、このね、キャンペーンは楽天カードのね、キャンペーンなんですけども、基本的に楽天カードのキャンペーンって楽天ポイントがね、もらえることが多いんですけども、今回キャッシュバックっていう風になりますんで、請求額からですね、差し引いた金額が、まあ、請求されるっていう風になりますんで、まあ、1万円使っていただければですね、1000円っていう風になりますんで、まあ、請求額はね、9000円でね、請求されるっていう風になりますんで、かなりね、いいですよね。またね、このビザのタッチ決済もですね、今ね、いろんなところで利用することができるようになってきておりますんで、おそらくね、利用先で困ることもね、ないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、利用していただければなと思います。注意事項としてはですね、今回ね、ビザのタッチ決済っていうふうになりますんで、これね、iPhone の方にね、登録するとですね、クイックペイもね、利用することができるみたいなんですけども、クイックペイはね、対象外っていうのと、またね、電車、フェリー、バスとかね、最近ね、電車一部ね、ビザのタッチ決済ね、利用することができるようになってきておりますけども、こちらに関してもですね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。それでは次にですね、楽天カードね、iPhone に登録していきたいと思います。私もですね、楽天カードね、もう楽天経済圏でなくなってしまって、全然使わなくなってしまったんですけども、はい、登録していきたいと思います。まずトップ画面の、多分こっからできると思うんだよ。これかな？スマートフォン決済サービスっていう。あ、これですね。Apple Pay 登録する。これでいきましょう。これでいけますか？どうだ？あ、いけそうですね。メール認証。で、カード裏面の3桁。これはセキュリティコードですかね。入れていきます。はい。で、
これで OK ですね。カード入るかな。結構たくさん登録してるんで、もしかしたらいっぱいですって言われちゃうかもしれない。はい、これで大丈夫ですね。はい、ビザって入ってますんでね。はい、これでタッチ決済していただければ 10% ね、キャッシュバックということで、まあ、注意していただきたいのはですね、クイックペイにね、利用することも、できるっていう風になっておりますんで、この点だけね、注意していただければなと思います。クイックペイを使っていただくと、普通にクイックペイ決済っていう風になりますんで、レジではですね、基本的に対人のレジだったら、クレジットカード払いでって言って、まあ、そっとかざしてね、決済していただくのはね、いいのかなと思います。下手にね、ビザタッチでとか言ってもね、わからないかもしれないでね、この点は注意していただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。